ライはトゥルー、あなたを信じる巷に転がる都市伝説障害チャンネル。どうも、クッキーです。ポケモンマスタートヨです。え、ついになりました。いつから？今日からです。自己申告制なの？そうなんです。実はどういうこと？いや、もう言ったもん勝ちよ。20年以上旅してるサトシどうなってんの？それ、いや、もうそれ無駄やから。もうサトシ絶対ポケモンマスターになれ、聖職に嫌われてるから。これが闇です。というわけで今日は戦争がモチーフになったポケモンたちがいる。どういうこと？もうどういうことかと言いますと、ポケモンの中にはね、第3世代ルビー・サファイアに出てくる伝説のポケモン、レジロック、レジスチル、レジアイスっていうのがいるんですよ、うん、この3体が実は戦争がモチーフで作られたポケモンじゃないかって言われてるんですよ。え、そのレジ系っていうのは結局は？このレジ系っていうのは普通にまあゲームしてたら出てくる、うん、まあ、伝説のファイヤー、フリーザー、サンダーみたいなポケモンたちです、うんうんうん、このまあポケモンたちなんですけど、うん、なんでレジ系って言われてるかっていうと、うん、みんな文字にレジアイスとか、うん、レジロックとか、レジスチルとか、うん、このレジなんちゃらってつくからレジ系って言われてます。で、このレジ系がじゃあなんで戦争のモチーフかと言いますと、うん、実はね、ちょっと面白い証拠がありまして、うん、それがまず宝円地方、まあルビーサファイアの舞台ですね、うん、この舞台が日本の九州がモデルになっているということが言われてるんですよ。あー、まあ確かにな、赤緑とかだったら関東地方がモデルになってるわけだもんね。そう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 、この九州の地図、これをね、ちょっとくるって回転させるとこういう感じで宝円地方の地図に酷似するんですよ。ああ、なるほど、似てる、うん、そう、このレジロック、レジアイス、レジスチルっていうのはまあそれぞれね、うん、まあ、ポケモンたちまあいろんな場所にいるんですけど、うん、まあ、伝説のポケモンって結構固定の場所にいるんですよ。固定の場所、そう、だからある特定の場所にいるんですけど、その特定の場所、まあそれぞれ遺跡なんですね、うん、遺跡で、それを実際の地図に当てはめてみると、うん、レジロックが宮崎、うん、レジアイスが長崎、うん、レジスチルが大分って言われてるんですよ。あ、場所がそれぞれ合うんだ。そう、これなんでそう言われてんの、なんでこの場所なのってなるじゃないですか、うん、これ共通点実はあるんですよ。太平洋戦争中に爆弾を捨てた場所。そうなの？そう、へえ、まあ、実はね、もう長崎の、まあ、あれですよね、事件、まあ、原爆を落とされたのは有名ですけど、うん、宮崎とか大分も結構な被害を受けている土地ではあるんですね、うん、で、もちろんなんかこれだけだったらまあちょっとこじつけじゃねえのとか言われるじゃないですか。偶然かもしれないし、ね、そう、まだまだ信憑性低いと思うんですよ、うん、ただね、このレジ系をゲットするためにはある2匹のポケモンを用意してないと、うん、実はその遺跡にたどり着けなくて、うん、その2匹のポケモンが何かっていうと、うん、こちらに2体、ちょっと見覚えが少ないジーランスとホエル王っていうポケモンです、うん、これね、ちょっとこの形見てほしいんですけど、うん、この形何かに見えないですか？え、何かに見える？これシーラカンスみたいな。あ、まあ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 、まあ、それは元になったやつで、じゃあ横はクジラやね、うん、はい、まあそうじゃなくて、バツだな、ね、このジーランス、これね、広島に倒幕された原爆リトルボーイって言うんですよ。そうなんだ。そう、へえ。これリトルボーイの写真ですね、うん、で、これホエル王、これ長崎に落とされた原爆ファットマンに酷似してるんですよ。すげえ。そう、あ、じゃあこれわざわざもうこの戦争に関係する2匹を持ってくると、おーおー、あれみたいな、なんか様子がおかしくなってきたぞってなって、うん、このレジ系をゲットするためには、うん、中の展示を読まないといけないんですよ、うんうんうん、で、これなんで展示なのって思いませんか？わかんない。なんで展示かって言ったら、やっぱり戦争中ってすごい暗くないですか？暗いよね。あともう、そう、雰囲気も暗いし、街も電力制限みたいな。あ、そういう意味か。そう、もう物理的に暗いんですよ。明るさがないんだね。そう、だから指だけで読める展示ってのがすごい重宝されたらしいんですね。ああ、うん、だから展示使ってんじゃないのって言われてるんですよ。なるほど。このそれぞれの遺跡に展示が書かれてるんですけど、その展示を読み解いていくと、うん、レジスチルとレジアイスのところがすごい興味深くて、うんうん、まずレジスチルのところ、うん、新たなる時と希望と愛を持ち真ん中で空を目指せっていうメッセージを書いてるんですよ。どういうことや。だからこれは、まあ、耐え忍んで生きろよみたいな、うん、そういうメッセージだと思うんですよ、うん、レジアイスの方はこのまま動かず2つの時を待て、うんうん、だからこれはもう本当にこれ2節言われてて、その空爆を待って隠れてる間、うん、2時間ぐらい待っときよっていうことか、ね、それか純粋に黙祷ってあるじゃないですか、うん、ただ純粋に2分間黙祷してくださいみたいな、うんうん、そういうことなのかなと、うん、2節言われてるんですよ。なこれなんで黙祷なのかっていうと、これレジアイス、レジスチル、レジロック、うん、まあ、こう全体的にまあちょっといびつというか、うん、まずこの3体いるじゃないですか、はい、これまあどういうことかっていうと、原爆でね、ちょっとダメージを受けてしまった人たちのことを言われてるんじゃないかって言われて、レジロックが原爆によって手を失ってしまった人、うん、
で、レジアイスが原爆によって足を失ってしまった人で、レジスチルが原爆によって下半身を失ってしまった人を表してるんじゃないかとかも言われたりするんですよ。で、そもそもこのレジっていうのが、うん、なんか米軍のなんか隠語でね、うん、被害者っていう意味があってなかったりとかするらしいです。で、ちなみにこの3匹の鳴き声を逆再生すると、うん、なんか助けてって聞こえる。嘘でしょ。そういう都市伝説がございます。はい、それが実際の音声がこちらです。聞こえる。そう、もうちょっと怖っ。そう言われたらなんか聞こえるじゃないですか、うん、えみたいな。すごい。ちょっとね、怖い。ちょっとこれはマジで怖いんですよ。で、あとはレベル89と覚える技が破壊光線なんですよね。はい。でも3種類、まあ、落とされた爆弾が落とされた土地ですよね、うん、そこにわざわざ破壊光線っていうのを言ってるのは何かしら意味があるんじゃないでしょうか。特にこの89、8月9日っていうのに合わせてきてるのが、はいはい、ちょっと怖いですね。長崎に原爆が落ちた日なんで。極めつけはレジギガスっていう、このレジ系の中ボスみたいなポケモンが第4世代で出てくるんですけど、うん、それ場所は北海道なんですよ、うん、北海道だったら戦争関係ないやんってちょっと思いませんか、うん、思ったらこのレジギガスが生息する土地っていうのが、まあ、実際北海道がモデルになってるんですけど、その北海道の実際の場所に当てはめると、宗谷市長海軍戦没者慰霊碑がある場所なんですよ、はい、だから海軍の慰霊碑がある場所なんですよ、うん、でそこの碑に込められた、まあ、願いは再び戦争を繰り返すマジ、つまり戦争はもうするなよっていうことが書いてるんですよ。じゃあわざわざまあ、こういう被害者風に見せたポケモンを作ってみたりとか、鳴き声に意味を込めてみたりとか、もしかしたら展示の中でね、黙祷しときよみたいな意味を込めてみたりとか、もう本当にもうちょっと戦争もするなよっていう意味をポケモンは加えたのかもしれないですね。っていうのが今回の都市伝説でした。本日の鳥肌スコアは89。前回の都市伝説前回は白で89でしたね、はい、今回は8月9日なんでちょっと意味合いは違いますね。はい、本日の鳥肌ポイントは戦争が結局一番怖いということで、本日の都市伝説はいかがだったでしょうか。はい、ぜひポケモン都市伝説好きだよって高評価教えてください。はい、はい、次回の都市伝説なんですけど、はい、またちょっとね、本当は怖いグリム童話シリーズからおあるテーマを取ってやりますんで、今回楽しみだっていう人はチャンネル登録してくださいね。お願いします。それでは See you Bye